その他の人物を見てみましょう。まず石松、森の石松を稲吉泰史さんとおっしゃる俳優さんが演じてます。この方はね、シャモラ、キャプテンウルトラですね。キャプテンウルトラのスペクトル怪獣シャモラ現るの中で、岩藤博士を演じた方らしいですね。岩藤博士って誰だっつうと、要するにシャモラを育てた博士ですね。シャモラに一生懸命なんか餌をあげてか、あげたかなんかしてね、一生懸命育ててシャモラ大きくなるんだぞみたいな感じで、一生懸命育ててたんだけど、結局はシャモラに踏まれて死んでたような気がするけどもね。まあそんな感じの悪役の博士ですよね。それを演じていた方らしいです。もちろん他にもいろんなドラマとか出てらっしゃる脇役でね、まあ分かりやすいのがそのシャモラの回かなという感じですね。それから清水一家28人衆の一人ね、石松と共に、まあ清水次郎長を描くと必ず出てくるという大政小政の大政が浅香晴彦さんという方でございますが、この方はね、ウルトラマンで宇宙から来た暴れん坊だっけ、なんかそんな話あったよね。要するにギャンゴが出る話の中で山本博士っていうね、先ほどは岩藤博士だけど、こちらは山本博士っていうね、のをやってらっしゃる。たまたま石松と大政のお二人が後にね、特撮番組でどちらも博士をね演じるという不思議な縁があるんですけど、このギャンゴの山本博士っていうのはどういう博士だったかっつうと、最後さ、ギャンゴを生み出したそのギャンゴの正体である隕石にノウハウを取られてさ、ノウハウをこう読み取られて、でギャンゴを生み出すそのギャングだっけ、ね、悪いやつに、この山本博士が忘れるんだって言うんですよ。そしたらギャンゴが消えて隕石に戻るって話だったでしょ。ね、その山本博士。すごいよね、あれね。忘れるんだって言って忘れられるってすごくない？それで済んだらさ、誰もさ、トラウマ持たないって思うんだけどね。まあ、それはともかくとして、まあ、そういう、山本博士を演じた浅香晴彦さんが大政を演じてるということでございますね。それから小政の方を八代哲也さんっていう方がやってらっしゃいますが、この方はね、外国ドラマの「バージニアン」っていうのがあったんですが、その中でトランパスっていう人物が出てくる、そのトランパスの声を演じていたっていうふうに言うと、まあそのバージニアを見ていた方には通じるかなと、声はね、いうその八代哲也さんでございますね。で、テレビドラマデータベースさんを見ると、なぜかね、八代俊さんと混同してらっしゃるんですよね。なんか八代俊さんと八代哲也さんが同一人物みたいな感じで書かれてるんだけど、多分別人ですよね。だって活躍してる時期同じなんだから。でも何、外国ドラマとか時代劇では八代哲也で、アニメの声とかその他では八代俊って名前でやってたのかな。わかんないですけど、八代俊さんの方は非常に有名な声優さんだから、調べるのかん、ある程度簡単なんですけど、この八代哲也さんの方で調べるのがそうそう容易ではないので、まあ同一人物ではないという確証は得られなかったですが、多分私の調べでは別人っぽいなと思うんですよね。まあ分かんないです。テレビドラマデータベースさんが同一人物だという確証を何かお持ちなのかもしれない。ちょっと分かんないです、そこは。だから私の印象では別人じゃねえかなと思うんだけどもね、分かんないです。確証は得てません。私は確証を得られなかったんで、一応別人と思ってますけどもね。それから江尻の熊五郎を松本麻生さんという方がやってらっしゃいますね。この 松本麻生さんもさ、モルゴンの回ってあったでしょ。悪魔くんでモルゴンの回あったじゃないですか。あれで伊勢崎博士ってのやってるらしいんですよ。 なんかこのおいら次郎長で清水一家28人衆やると、楽、後に特撮番組で博士の役やるんだって、そういうなんか登竜門的な、結果的にそんな風になっちゃってんだけどね。モルゴンのこの伊勢崎博士ってどういう博士かっつうと、モルゴンを生み出す、なんだっけな、なんかその機械をさ、作った博士だと思うんだけど、その助手がさ、モルモットのことをかわいそうだと思ってる変な助手で、でその博士の機械からモルゴンを作って、でその博士を殺しちゃうんだよね。で博士だけじゃなくて、その伊勢崎博士だけじゃなくて、他のモルモットを殺してる博士たちも、なんかモルモットの復讐としてさ、
殺しまくるっていう、そういう回なんだけど、まあ、その冒頭でそのモルゴンを生み出す機械の発明をして、やったついにできたみたいなことを言って、ですぐにモルゴンに殺されちゃうっていう、まあ、多分その博士だと思うんだよね、伊勢崎博士、多分その博士だと思うんだけど、それが松本麻生さんらしいんだけども、よく調べたなと思って。だってそのモルゴンの回でさ、松本麻生さんの配役とか出てないのよね。松本麻生、伊勢崎博士とか出てないからね、なんで分かったんだかよく分かんないんだけど、まあまあ一応ウィキペディアさんの情報を信用するとそういうことらしい。松本麻生さんはそのモルゴンの会の伊勢崎博士らしい。加えてマイティジャックの第7話ではね、佐伯博士も演じてるらしいからまあ博士顔だったんでしょうね、多分ね。だから結構ね、博士が多いこの中にね。それからトメさん、トメさんってのはその江尻の熊五郎の奥さんですね。あ、これだから江尻の熊五郎ってあれか、清水一家28人衆ではないのかな。まあ、清水一家28人衆の一人として描かれてるかどうかは分かんないですけども、まあ、第1話から出てる人ですね。さっき言ったようにね、三月の虎吉と喧嘩してたっていう、それでそれを次郎長が止めに入るって話ですから、第1話がね、まあ、第1話からずっと出てるっていうその熊五郎。ここでお知らせをご覧ください。で、トメさんっていうのはその熊五郎の奥さんですね。熊五郎の奥さん、この熊五郎とトメさんとで、まあ、次郎長親分とね結婚する、まあ、ヤクザの嫁さんになるお嬢さんをバックアップしてあげるみたいなね、これから私たちを親と思うんだよみたいな感じの、そのぐらいね、まあ、お嬢さんとも次郎長親分とも近いという夫婦でございますね、この熊五郎とトメさんはね。で、そのトメさんを演じているのが長谷川真知子さんという女優さんでございますね。この方はずっと活躍されてましたが、名前が何と言ってもね、長谷川真知子という名前が字が違うんですけど、あのサザエさんのね、漫画家の方と同じ名前ということで、昔からそのことはよく突っ込まれてたみたいでね、現在 YouTube 上でなんだっけ、おしゃべりな夜だっけな、確かおしゃべりな夜だと思ったけど、あのピーターさんたちがね司会してる東京12チャンネル、テレビ東京かでやってたそのトーク番組があるんですけど、それにね長谷川真知子さんがなぜか西城秀樹さんと一緒に出演なさってるっていう回がね、あ、現在アップロードされてます今のところ。だ、珍しいと思うんですよ、長谷川真知子さんがね、女優の方のね、女優の方の長谷川真知子さんがそういうトーク番組に出演なさってるって非常に珍しいと思うんで、あれ、あの映像は珍しいなと思ってね。で、しかも西城秀樹さんと一緒ってのがすごいな。なんかね、ファン代表みたいな位置で出てるんですよね、秀樹さんの。そういう感じで出てらっしゃる。だからその番組の中でもやっぱり漫画の方の長谷川真知子さんの話やっぱり出てきててね、やっぱ常に言われてたんだなと思います。それは言いますよね、みんなね。それから山本次郎八を深見恭三さんという役者さんが演じてらっしゃいます。この山本次郎八、要するにあれですよね、清水次郎長親分の養父、お父さんですね、育ての親でございますね。次郎長親分の育ての親が山本次郎八でございますね。まあおじさん、母方のおじさんっていうことらしいですけども、その米問屋ですか、米問屋の次郎八さんのところに次郎長親分が、まあね、山本長五郎さんが養子にもらわれていって、でそっから、ね、成長して東海一の親分となるっていう、そういうお話でございますからね。でお常さんっていうのはその次郎八さんの奥さんでございます。要するにまあ次郎長親分の養母でございますね、お母さんでございます。を一宮敦子さんという女優さんが演じてらっしゃいます。それから鈴の屋、これは多分ね、まあ、清水一家のみんなが次郎長親分も含めて、あと次郎八さんなんかも含めてだと思うんだけども、まあここの登場人物たちがよく利用している料理屋さんだと思いますね、鈴の屋。その鈴の屋の旦那を柳家寛さんが演じてらっしゃいます。この柳家寛さんは特撮マニアには非常に有名だと思いますね。ね、まあ東映の月光仮面、映画版月光仮面で五郎八くんを演じてると思うんですけども、まあなんといってもね、やっぱりウルトラシリーズでさ、ウルトラ Q でさ、2020年の挑戦で
刑事、宇田川刑事って言ったっけ、刑事演じてさ、で最後で好奇心からね、ケムール人の吐いた液体を踏んだら姿が足から消えてってさ、ないないっていうね、あの人、柳家母さんですね、ない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 、助けてくれって言って終わるあれですよね。で亡くなって体が見えなくなってどこ行っちゃったのかなと思ったらば、しばらくしてさ、もうかなり間空けてから本放送では放送されなかった、再放送で初めて放送された開けてくれという話でその異次元に行っていたというね、ケムル人の話で消えたと思ったらやっぱり異次元に行っててさ、その異次元の話では開けてくれ開けてくれ下ろしてくれって言ってる、あの柳家寛さんでございますね。なんか違う話なんだけど微妙に繋がってるっていうね、面白いよね。開けてくれの方が多分先に撮ってるはずなんだけどね、うん、とにかくまあ助けてくれとか開けてくれとかいう、そういう叫ぶ役っていうウルトラQではね、あの柳家寛さんでございますね。でその鈴の家の旦那の娘がおきんちゃんか、おきんちゃんだよね。それを松浦奈美智さんっていう女優さんが演じてらっしゃいますが、このおきんちゃんはやっぱり次郎長親分に憧れてたんだよね、ずっと。だからお長さんの祝言で、まあ、この鈴の家でね料理を作るってことになるんだけども、それを親分が祝言あげるってことで報れちゃうという役でございますね、おきんちゃん。でおはるさんっていうのは多分ね番組初期でそういう役割だったんですよ。その次郎長親分の、まあ、今の言葉で言うとガールフレンドみたいなね、まあ、お長さんとこのおはるさんとで次郎長親分の取り合いみたいな感じの時期があったようですね。そのおはるさんを磯部玉恵さんという女優さんが演じてらっしゃいます。この磯部玉恵さんも結構後々まで活躍されてたみたいですけどもね。で全体的にはあんまり有名な方いらっしゃらないんだけども、その皆さんね大体新東宝の俳優さんだったようですね。大体この中、この顔ぶれ大体が新東宝の方だと思って間違いないと思います。でやっぱりねテレビドラマの初期っていうのはあんまりその映画会社の俳優さんが出てくんなかったっていう時代が長かったんだけども、新東宝が潰れました。で一気に新東宝の俳優さんたちがテレビの中にダドーッと流れ込んでくるっていう、そういう時代ですね、これちょうどね。そういう時代の作品でございますね、おいら次郎長ね。五代吾が担当してるんで、五代吾だよね。でも竹川幸秀さんがいない五代吾で、なるほど、つまりミッキー吉野さんが作ってる。